なんか知らない間にナメクジがどっかから落っこってきてて、これぐらいしかスペースないのに、おばちゃんがドーンって座ってきたりとか。はい、皆さん今日もこの動画見てくださってありがとうございます。私が去年行ってたインド動画の続きです。この動画は前回の続きでもありますが、シバナンダヨガアシュラムを卒業してからの道なりです。このおじさんね、常温で魚売ってたりしてびっくりですよね。よくまあ東南アジアはこういうことあります。はい、でこれ携帯で撮ってるバスの様子なんですが、わかりますかね、この揺れ。インディージョーンズ並み、もうアトラクション並みに揺れていました。まあ、1時間半ぐらい揺れて、やっとですね、町の中心地に着いた時の動画です。今からバーカラという、ビーチエリアに行ってきます。インドはですね、あまりハリーケースを持つのはおすすめします。はい、少し道路の音がうるさかったのでアフレコに変えます。今、電車のですね、ターミナルに向かっているんですけども、その前に、ランチをいただきに行きました。もちろん、ランチもカレーです。これ、ミールスと言われるですね、カレーです。とっても美味しいですね。で、料金はだいたい300円かからないぐらいです。で、ここが、列車のターミナルで、無事にチケットまでは買えたんです。ただ、ここからがもう混乱。どのターミナル、どのホームから、どの番号の電車に乗ればいいのかが全くわからなくて、電光掲示板もないし、誰に聞いても回答が違うというところで、もう本当に何をどうしていいかわからなかったんですけども、奇跡が起きまして、とっても親切な女の子に出会いました。で、この子はですね、この町の子でもないのに、周りの方に本当にいろいろ聞いてくれて、なんとですね、私が乗るべき電車が1時間後ぐらいに来る予定だったんですけど、それが来るまで一緒に待ってくれて、私が乗り込んだのを見て、その子も家の方に帰っていきました。で、その子のおかげで、こうしてですね、電車に乗れて、今、ぎゅうぎゅうの電車に乗っています。はい、電車に揺られること約30分ぐらいで、バーカラという、街に着きました。もう早速、降りた瞬間に、力車のお兄さんが寄ってきましたので、もうその力車に乗って、今、宿に向かっている時の動画です。力車ってね、なんかその人のお部屋にお邪魔しているような感覚になって、この方とってもおしゃれな力車に改造されてました。はい。で、これが、バーカラの街のですね、雰囲気。結構緑も多くて、まあもちろん海の近くで、こう、潮風っぽい感覚が、今、感じながら、力車に揺られているんですが、まあ、私としてはとっても心地のいい、街でしたね。まあちょっと水溜まりが多かったりして、歩きにくいところはありましたけども、まあ基本的にはのどかで海があって、私の大好きな湘南エリアを思い出す街です。そして私が今回泊まったのは、ヨガスタジオに併設されているヴィラに泊まらせていただきました。これが、スタジオの前のですね、道なりです。ちょっと水たまり多いですけども、雰囲気はとってもおしゃれでした。ここから宿の様子をご覧ください。今、2つ目の宿に着きました。すごい綺麗で安心です。見てみてください。こんな感じでお庭がついてまして、休む場所もついてます。風も抜けて気持ちよくて、お庭も手入れされてます。で、中のお部屋がこんな感じです。屋根もすごく高くて、もちろんモスキートカーテン、なんていうんですか、ネットがあります。すごい綺麗なお部屋で安心です。エアコンがついてるんですけど、私が今回エアコンを使わないっていうことでお伝えしたら、500ルピー、値引きしてくれました。なので、1泊2000ルピーで、だいたい日本円にすると3000ちょっとですかね。で、室内にも干す場所と、シンクがあります。そして、肝心のお手洗い。やっぱり海外に来るとお手洗いが一番心配なとこなんですが、とっても綺麗で安心です。お水もホットウォーターもちゃんとあるということで、ここに、しっかりと温かくするマシンがついてるので安心しております。ということで、今日からここの、ヴィラというか、ヨガスタジオなんですが、ここの、
お部屋に泊まってレッスン受けたければメディテーションとかハタヨガ、あとは、アシュタンガヨガなんかもあるってさっきおっしゃってましたので、明日の夕方ですねハタヨガ参加してみたいなと思います。あ、早速蚊がいる。しかも蚊よけネットの中にいますね。見えますか？これを出したい。蚊がですね大きくて結構、まあちょっと殺さずにインドではなるべくあの何ですか、生物を殺さないということで蚊も殺さずに退治したいと思います。はあ、安心。なんか海が近いエリアにいるので後で海を夕日を見に行きたいなと思います。ただこの後ですね私は、オンラインのヨガレッスンがありますので、ここでヨガレッスンを、してから海に行きたいと思いますって思っていたんですが、意外に時間があったので海まで行ってみました。見てください、インドの海。やっぱり世界どこ行っても海は海でとっても綺麗だなぁなんて思いながら一人でちょっと海辺をですね散歩してみました。でこの後はまたすぐにレッスンがあったのでさっきのビラにですね戻ってレッスンを始めました。お疲れ様です。はい、でレッスンを始める前にですねリアルタイムでどんな感じかっていう、インドの旅がどんな感じかっていうのを話してたので、そこも共有しながら、レッスンが始まってからの動画もところどころ共有させていただきます。さっきやっとインドに到着して7日目にして初めて蚊のスプレーをゲットしました。でやっぱこれかけてると今さっきからこのぐらい結構大きい蚊がですね私の周りうろうろしてるんですけど、やっぱ近寄れないみたいです。なんか知らない間にナメクジがどっかから落っこってきてて、真横はのこのこ歩いてたり、なんかさっきは電車乗るときに1時間ぐらいずっとそこの現地の女の子と喋ってて、その子に家にカエルが出るしゴキブリが出るしヤモリもいるしアリもいるし大変って話をしたら、まあ普通だよねって言われて、ゴキブリとか嫌じゃないのって言ったら別にみたいな、みんな害はないしみたいな。いやインドは面白いですね本当に。初めてですねインドの電車、よく見るみんなが群がってこう乗っていくような電車、長い電車に乗って、まあ30分ぐらいの旅だったんで大丈夫でしたけど来たんですが、もう椅子多分4人掛けのところにみんな押し込んできて6人座ったりとか、これぐらいしかスペースないのに空いてるよってなんか他の方が言ったりして、このぐらい大きいおばちゃんがドーンって座ってきたりとか、もうすごいなと思って。でもなんか今回インドに来てハードルがすごい下がりましたね。なんかジロジロ見られないんですよねこの街、ケララ南インドの本当にこういう三角の左側にいるんですけど、なんか北側にいると結構、街歩いてるだけですごくギョロギョロ見られて結構警戒しながら歩くんですが、こっちの街の人はもう私をなんか無視してるかのように全く見なくて、電車乗ってても全然外国人一人しかいないですけど見られないし、そう何にも怖いというかちょっとなんか警戒するようなタイミングもなく、なんか安心して過ごしてます。で昨日まではずっと同じ場所にいて同じヨガを受け続けたんですけど、明日からはいろんなこの辺にスタジオがいっぱいあるのでいろんな種類のヨガを受けてくる予定なので、またいろんな還元ができるように勉強してきます。じゃあ皆さん改めましてこんばんは、よろしくお願いします。このまま胸を手と手の間、顎をついて吸って上半身持ち上げて、足の指先動かして、手の指先動かして、頭を右左に動かしていきます。ご参加いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。どうですか？皆さんしっかり伸びましたでしょうか？ちょっと私はもう、もう蚊と虫と今ガトもうゾクゾクしながらレッスンしてましたが、無事にインドからまたレッスンができて嬉しく思います。ありがとうございました。はい、そんな感じでヨガレッスンを終えてですね、宿の前のお店で動作をいただきました。もうそこに飼われているワンちゃんだと思うんですけど、毎日ですねワンプロ犬同士の遊びが激しくて、もう喧嘩なのか遊んでるのかよくわからないぐらいずっと戯れてる、じゃれ合ってるワンちゃんたちがいました。いつもこれを見ながらですね夕食を食べるというのが日課になりました。
もう見てくださいこの激しさ、これですね、まだ10時11時ならいいんですけど、夜中の2時3時ももう大声で大暴れしてるので、結構起こされたりもしたんですけども、もう寝てる姿を見るとね、犬はやっぱり可愛いななんて思います。どの国に行っても本当に犬は可愛くて癒されますね。はい、ではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。あと少しだけインド動画続きます。これからもお楽しみください。